ね。はい、いやこれ立体起動装置で移動するだけでも楽しそうですね。そうですね、まずはやっぱり移動するだけでも楽しいものをっていうので作ってきましたので、そういった意味では本当に誰でも気持ちよくと。で今回はあの部位と、はい、足の部位をた、はい、あの破壊してからうなじを切るような訓練ですね、はい、そうですね、あの大型巨人は足のこう剣を切って体勢崩してからうなじを狙うって漫画でもやってますもんね。さすが天野さん、あの刺激巨人、あのよくあの漫画とかちゃんとアニメとか見てるんですけどねもともと大好きなので、はい、すごい私も楽しみにしてました、はい、で足の部位を切って、はい、うなじを切る、はい、でこれで訓練が、終了という形になります。でいよいよ、はい、あの今回用の、まあ、あのシナリオなんで、はい、巨人がフォレスト区内に巨人が出現ということで、はい、巨人を倒しに行くことになります、はい、あののろしが上がっているところまで向かうんですね。なのでビッグマークの方に、はい、だいたいあの巨人とかなんかミッションとか、うん、そういうものがあるっていうのが今回の、はい、まあ、インターフェースになってます、はい、口切ってる、わー、ドキドキして、あー、来ました、来ました、結構大型のいましたね。そうですね、であの好きなんだけど、まあ、狙えそうな部位を狙って切るっていうのが基本の流れで、はい、まあ、今回はすごい簡単なあの巨人戦にしてるので、はい、いきなりうなじいっちゃっても多分大丈夫なんですけど、まあ、あのだいぶ強くなったりとか、はい、まあ、原作にもありますけど、うなじを守るやつもいますので、はい、そういったやつらに関してはなかなかこう狙ったところに行けないっていう中でどう戦うか、はい、まあ、味方を整理して戦うのか、味方と同時に同じ部位を狙いに行くのかとか、いろいろそういったところであの攻撃というか、まあ、アクションとバリエーションとか幅広さが出るというような形を今目指して作っています。あの巨人も漫画でもアニメでもこういろんなタイプのこう顔とか見た目の持ち方の巨人がちっちゃい小人とかみたいな、そうなんですよそういうのもこのゲームの中でも結構いろんな巨人が出てきたりするんですか。はい、そうです、巨人に関しては、まあ、数もあの100以上はいろいろ作ってますので、はい、これに関しても、はい、まあ、楽しみにして待っていてほしいなと思います。ドキドキしますね。どうだ、基本あの、たくさん巨人が出てくると、はい、最終的にはなかなか立ち向かえなくなる予定で作ってはいるんですけども、はい、そういった場合は、一つずつ引き手がしながら戦うとか、そういったところをあの考えながらやってほしいなと思ってます。はい、であとはあの自身成長したいですね、そういったところも今、はい、どうかな、どうとか意見としてるので、はい、そういったところはもうちょっとゲーム性出すように、はい、今、やってるところになります。集まってきて、捕まってで捕まった場合は一生懸命振りほどくか味方に助けてもらうかをしてもらってやります。逃げて、エレン逃げて、うわー、これやってる北村さん、これプレイしててドキドキしませんか。大変なんですよ、ね、そうですよ、囲まれちゃうと開発者です、大変ですこういう時に、さっきのアルビンとか、ね、他の仲間と一緒に仲間がいると、はい、仲間の方に巨人の注意が向くので、はい、その間に、まあ、空いたうなじを、はい、注意が向いてる隙に狙うっていうので、なるほど、これ、実際に食べられるっていうこともあるんですか。そうですね、前回1位からやってたら捕まったけど食べられなかったっていうのがあったので、はいはい、せっかくなので食べられて今回は終われるといいなと結構シュールな絵ですけど大丈夫ですか皆さん。まあまあ、動きがリアルですね。あ、食べられる、外の世界よっていう形でですね